はいどうも、ブラッドです。では今日もやっていきます。昨日 WBC で韓国に大勝した日本、大谷さんは3番 DH で出場。3打数2安打1打点、フォアボール2つで勝利に貢献しました。第1打席はお相手先発のキム・ガンヒョンに苦戦して空振り三振。第2打席はノーアウト2塁3塁の大チャンスだったんですが申告敬遠。第3打席は1塁線を抜くツーベースでチャンスメイク。そして第4打席、ノーアウト満塁のチャンスできっちりライト前にタイムリー。最終打席はフォアボールとしています。エンゼルスのオープン戦です。今日はドジャースと戦ってサヨナラ負けを喫しています。ウォードは相手の先発カーショーから先頭打者ホームランを放っています。さらにフォアボールが1つ。アダムスはフォアボールで出塁した後、盗塁を1つ決めています。ソトはヒットが1本、パリスはノーヒット。パトロは第1打席にレフト前にヒット。さらにこちらもカーショーからレフトへホームランを放っています。ブレイクリーはノーヒット。またサードの守備で何でもないゴロだったんですが取り損ねてエラーを喫しています。サイスいいですね。ライト前のシングルヒットが2本にフォアボールが1つ。どちらもいい当たりだったんですが、前年までだったらちょうどシフトの網にかかるとこだったので、もし今季メジャーで出場する機会があれば今日みたいなヒットが増えるんじゃないでしょうか。ゴドイはノーヒット。ネットは今日良かったですね。カーショーから三遊間にタイムリーヒット。さらにいい当たりのセカンドライナーに守備でもいいプレーがありました。ネットの頭上を襲ったライナー、ジャンプ1番ナイスキャッチ。今後もいいプレーに期待です。モニアックはノーヒット。ベラスケスもノーヒット。アデルはレフト前にヒットが1本。またサードに痛烈なライナーも放ちましたので、今日はまだ良かったですね。バレーラは左中間にスリーベース、早かったですね。自慢の足を見せつけました。キャベジが9回の表に同点のツーランホームランを放っています。外のまっすぐドンピシャリでしたね。センター左への特大の一発でした。ジョーンズはノーヒット、ベラもノーヒットでした。先発はデトマーズ、 3.2 回を投げて被安打2、失点1、フォアボールが2つ、三振が3つでした。ちなみにこの失点は2アウト2塁の場面でデトマーズが降板した後に取られたものです。今日は結果も内容もものすごいいいわけではないんですが、まあ大崩れしなかっただけ良かったと思います。そして2番手のウォルターズですが、いきなりデッドボール、さらにストレートのフォアボールからレフト前に2点タイムリーを浴びました。3番手のエーラは2回を投げて被安打2、失点1、フォアボール2つ、三振1つ。2イニングとも先頭にフォアボールを出してしまったので、そこは反省点ですね。4番手のビクター・メデロスは 1.2 回を投げてヒットはありませんが2失点、フォアボールが3つ、三振が2つ。先頭バッターをいきなり自らの送球エラーで出してしまってノーアウト2塁とピンチを作るんですが、その後2アウト満塁になって結局無失点。ただその次の回も味方のエラーなどで2アウト満塁を作ったところで降板。続いてマウンドに上がったマーフィーはタイムリーを打たれてしまいました。最後は敬遠4番がマウンドに上がりますが、ヒットとフォアボール2つでワンアウト満塁のピンチを作ると、最後は押し出しのフォアボールでサヨナラ負けとなってしまいました。明日はダイヤモンドバックス戦でスアレスが先発します。 WBC 中国代表はチェコに敗れましたが、エンゼルス傘下のアラン・カーターが3番手として登場。3回を投げて被安打1、失点1、フォアボール1、三振を4つ奪っています。ちなみにこの日の最高球速はおよそ154キロ。緩いカーブも非常に有効に見えましたので、今後さらに成長していってメジャーでの活躍も見たいです。続いて残念ながら台湾に敗れてしまったイタリア、フレッチャーが2番ショートで出場して5打数1安打としています。はい、では今回は以上となります。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。